まず一つ目はこちら、エストラのエースカ365ソフト鎮静マスクパッドです。こちらは韓国の有名なアモーレパシフィックから出てるメディカルブランドで、4倍の滑らかな敏感肌専用シートを使用しているパッドです。で、速攻で鎮静の効果があって、春ダーマパッドとも呼ばれています。韓国版マツキヨって言われているオリーブヤングで完売したエースカセラムから生まれた鎮静パッドです。でコットンより4倍柔らかいエースカだけのダーマソフトシートをパッドに採用されています。開けるとこのピンセットも入っているので、あの衛生効果もあります。パッドがこんな感じでひたひたに約60枚入ってますね。これが裏も表も同じ肌触りで、とっても柔らかくて、じゃあ7センチぐらいある大きいパッドになってます。貼ってみると結構拳一つ丸ぐらい大きいです。使用直後の一時的な赤みが 90% 緩和されて、敏感肌の三大悩みに対する素早い鎮静効果があります。で、肌温度ダウン、肌のキメの良好、水分量の増加の効果がすぐ見られます。続いてはアビブの特ダミスポットパッドカーミングタッチです。こちらは75枚入りで、韓国版マツキヨオリーブヤングのベストアイテムで1位になった特ダミパッドです。最近韓国では特ダミが流行っていて、歯科と並ぶ鎮静ケアの定番になってきています。で、その特ダミエキスが透明感のある肌へと導いてくれます。で、シートが75枚入っていて、中にピンセットも入っているので衛生面的にも安心して使えます。で、シートはこのぐらいの大きさになっています。両面目にできているので柔らかいですね、結構。で、お肌のキメが気になるときはこうガーゼ面、ちょっと硬めのガーゼの方で柔らかく拭いてケアします。で、集中ケアが必要なときは反対側の柔らかい布の方を乗せて鎮静ケアできるそうです。しかもこっちがガーゼでこっちが柔らかくなってますね。ちょっと見た目凹凸あるの分かりますか。こっちで拭き取りです。続いてこちら VT コスメティックスのスカマイルドトナーパッド60枚入りです。ベタインサリレート成分配合で、余分な角質や皮脂、古い角質などを柔らかくしてくれて、ツルツルで透明感のある肌を演出できるトナーパッドです。で、洗顔後にピンセットでパッドを1枚取り出し、ボコボコした面で顔全体を優しく拭き取っていきます。こっち側が少しボコボコしてるの分かりますか。で、裏がソフト面でサラサラしてます。こちらは拭き取るだけで肌の古い角質や余分などを皮脂をすっきり除去してくれます。で、反対が弱酸性のベーストナーが肌の角質層まで浸透されるので、敏感なお肌にも優しくケアしてくれます。続いてはダーマトリーのハイポアラジェニックシカレスキューガーゼパッド60枚入りです。こちらはお肌への刺激を最小化した高濃縮シカガーゼパッドで、ニキビ肌でも使用可能です。鎮静効果に優れたグワイアズエンエッセンス配合で、水分補給と肌の鎮静保護の両方に効果があります。表面はこういう感じで、本当にこの網目がちょっとガーゼっぽいですね。で、割と薄めで、こちらがザラザラしてます。裏は柔らかいです。これ使用するときはですね、外部の刺激で、お肌が敏感になったときや迅速な鎮静が必要なとき
また鎮静ケアと水分充電が同時に必要な時、忙しい朝や迅速にお肌の機能を整えたい時に活用していくといいと思います。最後はこちらのナンバーズインの4番毛穴ゼロ卵肌トナーパッドです。70枚入りで2021年韓国 YouTuber s アワードで2898社のコスメブランド中スキンケア総合部門で第1位のブランドになりました。基礎化粧品で有名なナンバーズインの毛穴ケアに特化したワンステップ角質毛穴パッドです。表面がデコボコになっていて裏がサラサラしています。拭き取りパッドこちらなんですけど、汚れ落としと角質オフ必須ケア、洗顔後に目や口の周りを避けてキメに沿って顔全体を優しく拭き取っていきます。拭き取った後に水分保湿パッド、乾燥が気になったりたっぷり潤いを与えたいところに部分パックシートとして活用もできます。